20年前ですね、ちょっと私は団にいなかったんですけど、当時の人たちが、私たちの子供の頃歌った童謡唱歌が今歌われなくなったということで、それを後世に伝えたいということで、この昔の少年少女合唱団合唱隊が生まれました。老人ホームをしたりとかで、小学校もできれば訪問してですね、一緒に童謡唱歌叙情歌を歌いたいということで活動を続けてきております。歌えない時期がありましたので、やっとステージで歌えるという気持ちが強くてですね、やっぱり私なんか歌が大好きなもんですから、喜びがかなりいっぱいあって、皆さんに多くの方に聞いていただければと思って今日は頑張るつもりです。皆さんも合唱経験が長い方が団員の中はほとんどそういう方が集まっていらっしゃって、さっきもおっしゃってましたけど、歌がとっても大好きで、ちょっと腕に覚えがあるというか、そういう方が多いので、その声を上手に集めて綺麗なハーモニーを作るっていうことですかね、一番気をつけてるのは。昔の少年少女合唱隊という20年もこうやって続けて、今なお元気に皆さん立派な演奏をされるということが、現実に日常の中にこうやって喜びとともにあるっていうことを多くの皆さんに知っていただいて、皆さんもきっと励まされるといいなというふうに強く思います。